おはようございます。ケンです。今日はテスラのとんでもない技術を紹介します。今回のターゲットはサイバーキャブ、ロボタクシー向けの新型 EV ですが、注目すべきはその作り方。なんと塗装なしでボディを成形するという、これまでの自動車製造の常識をひっくり返す手法が採用されています。その鍵となるのが、リアクティブインジェクションモルディング、略してリム。 簡単に言うと液体の樹脂を形に流し込んで一瞬で固める技術です。でもこれってそんなにすごいことなのか実はテスラがこれを採用することで自動車のコスト、品質、製造スピードが劇的に変わるんです。じゃあどう変わるのかまず塗装工程が不要になります。 通常自動車の製造ではボディを組み立てた後に塗装を施すのが当たり前。でもこの新技術では成形時にカラーを直接混ぜ込むことで最初から色付きのボディーパーツが出来上がります。つまり塗装ブースが不要になり工場のコストもダウン、製造スピードもアップするわけです。さらにリムは ただのプラスチック成形ではなく、アルミやスチール、マグネシウムなどの金属と組み合わせて、強度を確保することも可能です。つまり、プラスチックカーじゃないのっていう疑問はここで解決。軽くて丈夫、しかも製造コストを抑えられる、まさにテスラらしい発想の転換です。今回の動画では、このリムという技術がなぜ革命的なのか、そしてサイバーキャブがどのようにして製造されるのかをわかりやすく解説していきます。 さらに、テスラが進める新しい製造方式、アンボックスとの関係も深掘りします。テスラが次に狙うのは、車の製造方法そのものを変えること。この技術が成功すれば、自動車業界全体が大きく変わる可能性があります。最後までご視聴してもらえれば、あなたもこれはやばいと思うはずです。では、内容に入っていきたいと思います。まず、リムなんですけれども、リアクティブインジェクションモルディング。 これを略してリムですけれども、聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は意外と身近な技術なんです。スマホのケースや車のバンパー、冷蔵庫の断熱材、こういったものの多くがリムで作られています。仕組みはシンプルで、 二種類の液体樹脂を型に流し込むと化学反応が起きて一瞬で固まる。これがリムの基本です。通常の車の製造と比べるとその違いは一目瞭然です。従来の方法では鉄やアルミの板をプレスして成形し何枚も組み合わせて溶接。さらに塗装をして仕上げる。この塗装工程だけでも莫大な時間とコストがかかります。でもリムなら型に流し込むだけで一体成形ができます。しか も最初からカラーを混ぜて成形することで塗装すら必要もありません。これがテスラの狙いなんです。では、リムは昔からある技術なのになぜ今更話題になるのか。それは車の外装パネルに本格的に使われるのが初めてだからです。例えばバンパーならある程度の柔軟性が必要なのでリムでも問題ありません。 でも、ボディーパネルとなると話は別です。車全体の強度を保つ必要がありますし、耐久性も求められます。だからこそテスラはリムを単独で使うのではなく、金属との組み合わせを考えている可能性が高いです。この技術を採用することで、サイバーキャブは軽くて頑丈なボディを持ち、しかも生産コストを大幅に削減できます。つまり、ロボタクシーとして大量生産するのに、これ以上ない選択肢なんです。 ここまで聞くと、じゃあテスラはリムだけで車を作るのと疑問に思うかもしれません。しかし答えはノーです。ここからさらに一歩進んで、リムと金属のハイブリッド構造にしている可能性があります。次のセクションでは、テスラがどのようにしてこの技術を活用し、サイバーキャブをただのプラスチックカーではない強靭な EV に仕上げようとしているのか、こちらについて見ていきます。じゃあテスラがサイバーキャブで採用するリムの何がそんなにすごいのか、 これを3つのポイントに分けて説明します。まず1つ目、工場のコストが大幅に削減されます。普通車を作るには巨大な塗装ブースが必要です。ボディを塗装して乾燥させて仕上げて、これだけで膨大なスペースとコストがかかります。テスラのような EV メーカーでも塗装工程は大きな課題の1つでした。でもリムなら成型時にカラーを流し込むので塗装が不要になります。つまり塗装ブースそのものが必要なくなるんです。これはコスト と面でかなり大きいですテスラのような大規模生産を考えると塗装設備だけで工場の20から40%のコスト削減につながると言われています次に2つ目は軽量でありながら高い耐久性を実現ですリムって結局プラスチックなんでしょって思うかもしれませんがそこが違いますテスラはリムを金属とのハイブリッド構造にする可能性が高いです例えばアルミニウムを組み合わせて軽量化しつつ剛性を確保スチールを使って衝撃 吸収を強化マグネシウムを採用して振動を抑えるこれによってサイバーキャブはただの軽い ev ではなく頑丈で成功性能の高い ev に仕上がりますロボタクシーとして長時間の運用にも耐えられる設計になると考えられますそして3つ目はテスラの新しい製造方式アンボックスと対象が抜群です テスラは今までの自動車製造とは全く違うやり方を導入しようとしています。それがアンボックスド製造です。これまでの自動車は1台ずつラインを流しながら組み立てるのが普通でした。でもテスラはこれをやめてモジュールごとに作って最後に組み立てる方式にシフトしようとしています。このやり方にリムはぴったり合うんです。なぜなら軽量で一体成形されたパネルをモジュールに直接組み込むのでボディの塗装を待つ必要はありませんし、組み立て時間も 大幅に短縮できますこれによってテスラの工場はよりコンパクトにより高速にそしてより低コストで ev を作れるようになるんですここまでをまとめますとまずは工場のコストが大幅削減されます塗装ブースが不要になりますそして軽くて強い構造になりますこれはリムと金属のハイブリッド構造となっていますそして新しい製造方式である アンボックスと完璧にマッチします。これらの要素が組み合わさることで、サイバーキャブはただの EV ではなく、次世代の EV 製造を象徴する一台になる可能性があるんです。では、このアンボックスと製造って一体どんな仕組みなのか、そしてどうやって自動車業界を変えようとしているのか、次はそちらについて見ていきます。 はい。では、ここまででテスラがサイバーキャブに採用するリムという技術がどれだけすごいのかを解説しました。でも、テスラの狙いはそこだけではありません。実はリムはテスラの新しい方式であるアンボックス度を実現するための最後のピースだったんです。 まず、アンボックスドって一体何なのかこれはテスラが従来の自動車工場の仕組みを根本から変えようとする製造方式です。普通の車の組み立ては、1台の車が長い生産ラインを流れていき、パーツを1つずつ取り付けながら完成させます。でも、この方法は時間がかかるし、工場のスペースも大きくなります。そこで考えたのが、モジュールごとに作って最後に組み立てる方式です。例えば、フロント部分を1つのブロックとして作る。そして リア部分も別のブロックとして作るそして中央のバッテリーモジュールを組み合わせるこの3つのモジュールを最後にガチャンと組み立てるだけですこれで車が完成するんですこれがアンボックスと製造ですここでリムがどう生きるのかそれはリムによって塗装の工程が不要になるということになります通常の製造ではボディを組み立てた後に塗装する必要があったんですけれどもリムだったらあらかじめ色を混ぜ込んだパネルを作っておけばモジュールごとに塗装のこ と考えなくてよくなります結果的に組み立てがより簡単になりスピードも上がりますさらにサイバーキャブのボディパネルは軽量で強度のあるリム性なのでモジュール単位での組み立てにも向いていますつまりリムとアンボックスと製造はセットで考えられているということこれがテスラの狙いなんですこの製造方式の最大のメリットは コストと生産スピードです。例えば今までの自動車工場では塗装ブースを含む生産ラインの建設だけで数千億円というコストがかかっていました。でもテスラのアンボックスと工場ならより小さなスペースでより少ないコストで EV を作れます。さらに組み立て工程が短縮されることで1台あたりの生産時間も短縮です。つまり EV の価格が一層安くなる可能性があるということになります。この製造方式が成功すれば サイバーキャブだけではなく、テスラの次世代 EV 全体に広がるかもしれません。そうなってくると、サイバートラックの次のバージョンもそうだったり、次世代の小型 EV にも応用されたり、もしかしたら将来的には他のメーカーもこの方式を採用することもあるかもしれません。テスラはただの EV メーカーではなく、自動車の作り方そのものを変えようとしている、このアンボックスと製造が本当にうまくいけば、EV はもっと安く、もっと早く、もっと多くの人に 届く時代が来るかもしれませんここまででテスラがサイバーキャブで採用するリムと新しい製造方式アンボックストについて解説してきました。最後にこの技術が EV の未来にどう繋がるのかまとめていきたいと思います。まずリムがもたらす3つの革命としては1つ目は塗装が不要になるということです。通常の自動車製造では塗装ブースが大きなコスト要因となっています。でもリムなら成形時に色を混ぜることで塗装そのものがいらない なりりまますすこれによって工場のコストがが20 40%から40削減できる可能性があります二つ目は、軽量で頑丈な車を作れます。ただのプラスチックパネルではなく、アルミやスチール、マグネシウムと組み合わせることで、耐久性と剛性を確保しながら、車体の軽量化を実現できます。ロボタクシーのような長時間運用を前提とした EV には、ぴったりの技術となっています。 そして3つ目が、アンボックスと製造との相性が抜群ということです。モジュール単位で車を組み立てるこの新しい方式と、軽量で塗装不要なリムパネルは完璧にマッチします。結果、EV をより早く、より安く、より効率的に生産できるということになります。では、この技術が EV の未来にどう影響するのか 簡単に言えば EV のコストが大幅に下がる可能性があります。テスラはサイバーキャブをロボタクシーとして大量生産することを前提にしています。そのためには今までよりも圧倒的に安く効率的に車を作る必要があります。もしこの技術が成功すればサイバーキャブに限らず次世代のテスラ EV 全体に波及するかもしれません。 そうなってくると、これはただの新しい EV ではなく、自動車業界全体の未来を変える技術になる可能性があるということです。では、最後に皆さんに質問があります。この製造技術、あなたはどう思うでしょうかこれは革新的だと思うでしょうかそれとも、本当にこんな技術がうまくいくのって思うでしょうかぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎 毎日発信しています僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたしますでは今日も最後までご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた 推進です。現在僕の方では5つのサービスを提供しています。まずはネットショップです。現在センターコンソールの USB ハブをメイン商品として販売しています。ぜひ僕のショップご覧になってみてください。そして2番目に中古テスラ情報の提供です。中古でテスラを購入したいと思われている方に向けて中古情報を提供しています。そして3番目に太陽光や蓄電池の導入を検討されている方に向けての無料相談です。こちらはセカンドオピニオン的な感じで利用してもらえればと思います。専門家の方をおつなぎします。 そして4番目にテスラに関する情報交換できるオープンチャット、太陽光や蓄電池、環境に関する情報交換できるオープンチャットを運営しています。この5つのサービスに関しては僕の公式 LINE の方でそれぞれ問い合わせ並びに参加ができますので、興味がある方は公式 LINE よりよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた